どうも、ともです。今は、ここは品川駅に来ております。で、追い抜き企画第2弾ということで、今回やっていきたいと思います。今回の舞台は、品川から大宮まで、上野東京ラインの、高崎線直通ですね。それ VS 京浜東北線で大宮までやっていきたいと思います。それでは、行ってみよう。お世話になります。ちょっと時間がないので、もう乗り込みます。I'm not afraid to
はい、ゴールの大宮に到着です。まあ、今回は広かったですね。お情けの山手線入れて2本ってどんだけ少ねえんだよっていう話がありますよ、これは。はい、まあちょっと残念な結果ではあります。もうちょっとね、いや、前回の東京から横浜の時もあれ少ないなとは感じたんですけど、あれ全然多かったですよね。今考えれば多いわ。あれ、皆さんもし仮に都心の方から大宮まで行く場合は、宇都宮線混んでたら行ってる京浜東北線使っても多分そんなに時間は変わんないんじゃないかなって今ので、思っちゃいます。皆さんそうしてみた方が賢いかも。お見送りバトル終わりました。ちょっとね、さすがに残念でしたよね。京浜東北線が1本、山手線が1本で、計2本でしたね。いやー、ちょっと残念。快速線とはって感じでしたよね。もうちょっとちょい抜いてほしかったな。はい、まあ皆さんは宇都宮線、上野東京ラインが混んでたら、京浜東北線使っても、まあ、その時間変わんないんで、京浜東北線使ってみたらどうでしょうか。まあ、結果そういうことじゃないんだけどね。はい、それでは今回の動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。